どうもです。杉野陽介、草なぎ剛との富士月10ドラマ罠の戦争、嵐松本潤との NHK 大河ドラマどうする家康、とてもいいですね。劇団エグザイル鈴木伸之は七尾との忍者に結婚は難しい。こちらもいいですね。忍者に結婚は難しい。なんと上白石萌音が出てきましたね。びっくりしました。諜報員役上白石萌音さんといえば、杉野陽介氏とは映画 LDK 胸キュンの伝説的映画なんかも思い出します。そんな杉野陽介氏と鈴木伸之氏といえば、杉咲花さんとの恋です。これが忘れられません。ドラマ史上屈指のラブコメとなった恋です。ライバルにして杉野氏演ずる森尾に思いを寄せるという難しい役どころを見事にやってのけた鈴木伸之氏、獅子雄、そんな彼がテレビで杉野陽介氏について語る場面がありました。僕はもうクランクインした初日から大好きです。すごく優しいし気さくだし、心遣いをすごくしてくれる方だなと思ってますね。それにしても恋ですでのお二人、とてもかっこいい。はたまたこちらおんぶなんかしてるね。写真なんかあったりして二人の仲の良さがうかがえます。劇中では風呂場の浴槽に隠れて二人で身を寄せ合い抱き合うような姿なんかもありましたね。で、恋です、撮影中の出来事、二人で休憩中、鈴木伸之氏が自動販売機で飲み物を買ったところ、なんと7が3つ揃って大当たり。まさにミラクル。なかなかこんなことないから、杉野くん当たったよ、なんか買ってよと意気揚々な鈴木氏。しかし杉野氏は、ああ俺いいわ、釣れないそぶり。こんなレアな奇跡的な状況なのに寂しかったっすねと鈴木伸之氏。杉野陽介氏によると、意識が芝居の方に行っちゃってた、悪いことしたなと。さらに鈴木くんはチームの中でも安心する存在、何でも心を許せるとのことでした。杉野陽介、鈴木伸之、熱視線ありがとうございます。お願いします。失礼します。